いやもう2人で長い時代を、頂点で居続けた、そんな2人が今日はぶつかり合い。そうなんか、こういう形でぶつかるの初めてじゃないですか、ね、いや面白いですよね、一つ本当に、うん、お互い3連覇同士なんですが、はい、ジャンプは真逆と言ってもいいぐらいで、はい、スタイルが全然違いますからね、はい、まあ、簡単に言うと阿部は面前どっしり、はい、あと守備も強い、はい、古川は、古川さんはともかく、なんて言えばいいんだろう、まあ、サーカス、サーカス、うん、サーカス、あのオープニングでも言いましたけど、はい、すごいおたかぜポンから仕掛けてって、はい、一応テンパイはするんですが、リーチかかった後、うん、その残った4枚の点全部総特化して、はい、他の4枚で上がり取ったりとかしてますからね。もう何でもありですね、うん、さあトンの3局と変わっています。親は沢崎、ドラはペーなんですが、こちらが親の沢崎、なんとダブトンが統一です。おお、もういきますねこれね。もうのっけからね、ペン3品2つ払ってきましたから、うん、はい、まあ本一までみたいですよね、ダブトン本一。そして阿部がね、ドラのペー統一なんですよ。これチャンスですよ。チャンスです、はい、シャーチャですか。シャーチャです。動きはちょっと取りづらい。あ、これは統一増えてきましたけど、どうですかね。ちょっと様子見ですよね。次何引くかですよね。これ古川さん、テンパイ取るかな。まあ、イーシャンテンなんですけど、ほうほうほう、チーソがね、阿部さんから出るかもしれないんだよね。古川、古川ですよね。古川、リアンシャンテンですね。はい、でも仕掛けていきそうな、いきそう、単野ですよね、うん、で3色とかなんかつけてきそうな、カンチャンからチームありそうな。さあローマン引いてきた、これは嬉しいところ。阿部もここはかなり広げて攻撃的ですね。やはりドラ2枚が大きいか、うんうん、あ、チーソいった、ちょっと、あ、仕掛けないか、チートイツブクビも、うん、チーソ動く、あーと、もちもちになった。うん、これで沢崎さんちょっと苦しくなる、ね、苦しいですね。ドラです。あー、チートイか、チートイかな、チートイも睨みつつって感じですね。1枚ギレのチュンです。初も1枚切れていました。さあこれで両面に変化。初は先ほど打たれた、はい、阿部はこの手はもうやる気満々の構え、うん、おーと、ドラペイです。切りますかね。リャンピンが1枚切れています。イーピンが場に2枚切れ。ここはペイを切って広げた、あらまさよしのドラ切り、ペイチャのドラ切りですから、これはいろいろ条件いいんだなという感じはしますね。今もう沢崎さんチラッと見ましたからね、うん、アラさん来たねと、うん、だから今考えてますね。ここはとりあえず捨ててある初を捨て、同じように捨てています。一巡だけ様子見てね、合わせる人がいるか。でもちょっと引っ張りますよね。これでカンちゃんがカン三層とカンチーピンだと残っている。ここは一応 三色でも相当難しいが、いやでも一応睨んでるんだと思います、はい、おこれどう打ちますか。パーワン引けばね、息通過あるからね。嘘ありますよね、うん、はい、差し子もあるし、マンズが伸びればマンズ一色でもいいし、はい、次のピンズかマンズのツモを全部受け入れてからもう一回考えるための嘘。そういうことですね、はい、柔らかいですね。柔らかいですね、阿部らしい。なんか分かりやすくなった。いやもう手順としては素晴らしいんだけど、なんかイメージが違うな。多分ドラがペイだからっていうのも影響してるんじゃないですか。うーん、泣いても安そうに思われてみんなガーッと来るじゃないですか。うそうね、これ一応イーシャンテンに取れるんですね。イーシャンテンですね、取っていきます。マンズにも染まるかもしれないしね、これね。そうなんですよ、確かにマンズの一色ありますね。だから次に出たら、あ、ペイはね、この沢崎さんのペイとか、はい、ポンして、うん、切っていくような、そうそうそう、ありますよね。ただ相手もね、神茶誰でしたっけ、古川さん、古川さんがどう反応してくるかっていうのもありますよね。あ、おー、ローマン先切り、うん、広さならローピン切りなんですよね、ですよね、うん、例えば今、まあ、ポン点はさすがに取らないですけど、今のパワーピンとかも一応ポンができる格好ではありますからね、うん、6チッパ睨んでんですかね。なんかうまくなればいいなっていうところはあるんじゃないですかね。チッピン先引いてソーズでジャントできてみたいな、チーソーかパース引くとか、はい、なくはないですよね、ケースとしては。だってそんだけ時代に仕掛けられる人だったら、やっぱりいろんなツモの意味を、さあこれで一気通貫も見えるが、本一も見えますよ、うん、ウソソソいくんじゃないですか。あ、かなり考えてますね、うん、イーマン握れ、
いやウーマンカレーアンマンももちろんありますよね。ありますね。3層握れサブロス黄金の手応え、サブロスの手応えありと、まあ一通になれば嬉しいし、まあ免品ドラゼロでもね、うん、はい、十分ということで、なんか行きたいようなね感じでしたけどね。想像払っちゃえばもう漫画は確定ですからね。あのポンチ自由自在ですからね、はい、うん、リャンマンもションパイだったし、これはどっちもありそうな選択肢、どっちもありそう、リャンマン例えばポンしたりするとスッチーマンみたいな、はい、やめですよね。さあこれは阿部の選択がどう出るか、大きな一曲、あーこれはこれなら最初にテンパ入ってますもんね、闇手もあり、はい、うん、うわー来た漫画の闇手、積もれば跳ねますよ、ピンフィッツドラドラ、はい、だからアラさん古川さん現物なんで、あ来たーこれ現物になってる、アラは白トンのシャンポン、白トンシャンポン、はい、トンはもちもち、白は倍1ですね、佐々木さんからまあトンはちょっとサブロスを取った手の内、ロウソが3倍、ローソはね3人持たれてて、あでもまだ1枚いるんじゃないですか、なるほど、はい、3層は手に1枚、場に2枚、1枚ずつですか、数層、いや行くよりないだろう、これは立ちますね、現物待ち静かに押していく、うん、今おっていう感じで古川さんの背筋が伸びましたからね、はい、お阿部君来たねと、そんな感じで古川さん自体が 3P 行ってるからねお前もかとそうですね、そもそも、この親リーチにですね、はい、もう3品って数数いってますからね、うん、2人来てるぞと、これも無筋だぞ、行く行き、ビシビシ行く、ビシビシ行く、これピン、あ親リーチ、ごめんなさい、親リーチじゃなくて荒さん親じゃなかったら、ね、荒さん平茶ですね、ただあこれ現物だけどちょっと、ね、2人来てるからね、うん、なんなんとなってペイが一応通ってるんですが、これも他には出てないですよね。おお来ました、ウッパーマン。さあ阿部さんも行くでしょうこれ。ああどうかな、2人現物と3層現物。ここで落としでもここで3、あでも3票通ってる間、あこれ佐々木さんピンチかも、あピンチかもしれない。さあ古川がウッパーマン、どうだウッパーマンは3層共通、あーパーマンだ、いやこれ危ないから共通安排、これは厳しい共通安排なんです、しかもワンチャンス3層、うわ危ない、ローピン、これは確かに間違いない、うん、いやでも次どうだ、次が、ね、打てる牌が、阿部さんが9万は沢崎持ってない、沢崎持ってない、リャンソーも持ってない、あらうわ危ない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 、もう打つ牌がない、いやこれ危ない、白でも危ないと思うんですよね、うわ危ない、これは危ないよ、危ない、いやこれ危ない、ウーピンは、ウーピン、ウーピンは古川に通ってないです、通ってないか、はい、ああそうか、これはない、いやでもこれ止めるのが沢崎かもしれない、確かに3層になってしまった、ここは阿部最後まで闇天貫き通した、2人の現物だもんね、ピンフ一通ドラドラ8000点の上がり、トンの一曲の借りを4倍返しだ、いやー阿部貴則まずは沢崎に一撃お見舞い、今日で一気に主人公になれるチャンス、このチャンスを生かせるか、この4人の中では最年少の阿部。